どうもこんばんは、えねむです。エネラジボリューム4は映画東京グールを見てきたので、僕の感想をまたダラダラと喋っていこうと思います。若干ね、若干っていうか、がっつりネタバレを含みながら、話していこうと思うので、苦手な方、これから見に行く方はね、ブラウザバックをおすすめします。で、僕のリスナーのほとんどは東京グールのファンだと思いますので、そういった方々はね、公開日当日に、劇場へ足を運んで見てきていると思いますので、大丈夫だとは思いますね。はい。で、映画見た感想なんだけど、すごく良かったと思います。まず役者がね、全員こう、ハマり役だったでしょ。で、原作基準でね、実写映画を見るのは、やめた方がいいと思うんだけど、その役がね、似合ってたら、見る側としても好感を持ちながら見れると思いますね。その原作を知っている人は。で、アンテイクメンバーとか、CCG 側もみんな違和感なかったし、特に大泉洋さんの窓さんとかね。てか、アモンがね、すげえかっこよかったんだよな、あれ。思いませんでした。アモンかっこよくなかった。うん。一番かっこよかったかもしれない。で、今回の映画の流れとして、原作見たから言ってる人は、どこまでこうストーリーを進めるのかと思った方々は映画見る前にたくさんいたと思うんですけど、そこをちょっと説明させてもらうと、今回の映画の流れとして、無印東京グールのひなみがこうお父さんお母さんを殺されて、金木とトウカ、金木がね、もうなんか何もできないのはもう嫌なんだっつって、トウカと一緒に戦いに行くってところまでなんだけども、あそこら辺ってさ、最初の方って結構シリアスパート多いじゃん。金木がそのグールになった直後とか、ひなみのお母さんがね、殺されちゃうシーンとか、だいぶシリアスパートなんだけども、この漫画とかアニメとかではね、その感じることのできなかったこの実写ならではのこのリアル感っていうのかな、そのなんていうんだろう、見てこの演技、感情のこもった演技を見てね、すごいリアルなところを感じられたとは思いますね。グロいところはしっかりグロくえぐいところもえぐいっていう、あそこのくだりをね適当にやってたら、それはもう原作ファンからしたらグーが飛んでいきます。グーがねひなみのお母さんのシーンとか、残念なところがねあったとすれば、映画内で残念なところあったとすれば、冒頭が若干駆け足だったのかなとは思いますね。駆け足っていうか説明不足。東京グール結構設定細かいじゃないですか。特に CCG 側とか、でもグール側もカグネとかねのあれだったり、確保、最初に映画の冒頭でさ、確保とかっていきなり専門用語が多分出てきたと思うんですよ。で、そこで、確保とは何ぞやと。で、そこからの話でクイン系とかの説明をつなげられると思うんですけど、ちょっと、説明少ないせいで、映画を見に来る人って、原作ファンが本当に多いと思うんですけど、原作ファンにこう連れられて東京グール知らないよっていう人も多分いっぱいいたと思うんですよ。実際なんかこう映画館すごい人入ってて話を聞いてると、その友達同士で来てるけど、片方は東京グール知らないけど片方が東京グールをこう進めて一緒に見に来たみたいな感じの人が多分いっぱいいたんですよね、聞いてる感じ。なんで、そういったこの初見、東京グールは映画から入るよっていう方々のためにも、がっつり説明しても仕方ないと思うから、軽くね、クイン系がどんなもんで、カグネがどんなもんでっていうことがあった方が良かったんじゃないかなと僕は思いました。もしかしたらあったのかな、俺が聞き逃ししてただけかもしれないんですけど、もしかしたらあったのかもしれません。あったなら本当申し訳ないんですが、こんなこと言って。最後の方にね、ひなみがこうほら出す10日のピンチにさ、自分のカグネを出して、この涼子さんとこの朝木さんのこのなんていうの、この攻撃と防御を兼ね備えたカグネ出すじゃん、自分で。あれでさ、まどさんがなんかアニメとか漫画の方ではなんかクイーン系になればいいっつって言って、最後トウカがドゥクシってやるじゃんあそこでさ、でいきなりクイーン系とか言われても多分ね、んってなったと思うんだよね。まあわかるとは思うんだけど。うん。まあ、ちょっとあった方が良かったかなと思いましたね。流れを。で、あとはね、金木とアモンの戦闘シーンがすっごい良かったですね。金木は、この、アモンが和田さんのところに、こう、なんて言うんだろう、行くのを止めるじゃないですか。まあ、その止めるのは、なんかその河川敷っていうか、なんて言うんだろう、あそこな。雨が降ってる中で戦うじゃないですか。まあ、今回は、ちょっと違うくて、まあ、その、原作とは違った感じのね、雰囲気が味わえましたね。まあ、まだ見てない方、本当に映画がいて見た方がいいですよ。あれはね、素晴らしかったね。ちょっとずっと興奮してましたね。まあ、カグネの、なんて言うんだろう。なんていうの、演出がすごいっていうかさ、あの輪郭の感じとか、わあ、すげえなーと思って、あのうねうね動く感じとかね、あの錦の美角とかもね、うわ、すげえと思いながら見てましたね。まあ、その前回の、何が言いたいか、前回の水蔵とか、今回の映画東京グールを見て、思ったのがですね、この漫画アニメを実写化するときは、原作にね、忠実すぎない方がいいってことなんですよね。まあ、そのどうしても原作をそのまま、なんて言うんだろう、持ってこようとするとね、比べちゃうから、実写化したのと、原作と。なんで、かといってね、オリジナル設定にしすぎると、まあ、某巨人映画みたいになっちゃいそうなので、そこら辺が難しいのかと思いながら見てましたね。バランスがね。うん。まあ、皆さんもぜひ、今回の映画東京グールを、劇場でご覧になって、もしご覧になった方がいるならね、その感想をコメント欄にて、僕に教えてください。というわけで、今回は映画東京グールの感想でした。また続編がありそうな終わり方ではなかったんですが、もしできるのであればやってほしいですね。はい。あ、でもヒロインがね、